行くか。クリアだ。エンディングですよ。セリス、あ、はい。ちょっと勝手に行くやつだ。セリスよ、よくやった。よく苦しみ耐えてここまで来たな。レヴィン、戦いは勝利に終わったけど、世界は荒れ果ててしまった。私たちはこれからどうすればいいのだろう。荒れ果てた国々を立て直すためには、すべての人が力を合わせて苦労を分かち合えばならない。そのためにはリーダーが必要だ。聖戦士の血を引く者は、それぞれの国に帰り、国に戻り、王となる。そしてみんなで協力し合い、誰もが幸せになれる新しい世界を築くのだ。新しい世界。そうだ、そして聖戦士よ。お前はこのグランベルの王となるのだ。皇帝名乗るんだっけ？お前にはグランベル王としてこの世界の全てを導く責任があるのだぞ。もう最後まで厳しいな。私はグランベルの王に。そうだ、グランベル王家の血を受け継ぐ者はもはやお前たちだけだ。お前はイラともに失われた者たちの意志を継がねばならぬ。人々はお前を見守っている。彼が求めた光を忘れてはならない。はい、わかりました。レヴィン王、この力の限りやってみます。ユリア、お前もいいな。厳しいな、レヴィン。なんか可愛い顔になってる。ユリア、どうした？はい、私もセリス様、いえ、兄様をお助けしたい。たとえどんな辛くても、私は逃げたりしません。なんかいろいろ呪いみたいなもん取れ、ね、ちょっと、喋りたいな。なんか付き物が取れたみたいな顔しとるもんね。最初からこの顔でよかった気もするけど。デイジー様、セリス兄様を助けてあげてね。そういえば嫁はんこれやったな。はい、喜んで。でもユリア様は、私はシルー様への償いをします。ほう。それがディアドラ母様の願いだったから。母様でもよかったかな。そろそろみんなが戦地から戻る頃だな。いや、みんなずっと近くで見守っとったぞ。セリス、お前の王としての初仕事だ。みんなにねぎらいの言葉をかけてやれ。一応ぜ、イザーク組かな。基本髪が黒い奴ら。お、イザークの BGM これ。あ、ちょっと早いって。感想言わしてよ。セリスよ、私は国へ帰る。イザークの民が待っているからな。シャナ、あなたには何と礼を言えばいいのかわからない。いやー、これの一人者であるもんね。ずっと私は揉め続けてくれた。感謝しています。私はお前の父、シグロイコンに助けられ、ディアドラ様に可愛がっていただいた。しかし、私の過ちで、ディアドラ様を失ってしまって、うわ、最後まで言うんだ。その日のことは今でも忘れられない。あ、泣きそう。セリスよ、詫びねばならない私の方だ。いえ、あなたとイザークの人たちのおかげで、私は生きてこられたのです。イザークは私のふるさと、決して忘れたりはしません。その言葉を聞けば、イザークの者たちも喜ぶだろう。シャナ、私はあなたを兄と思っている。どうかいつまでも忘れないでいてほしい。私はセリス王に剣を捧げた。私は生涯忘れはしない。年倍ほど違うのに。聖司様、私も王と共に国へ戻ります。シャナ様をお助けして、イザーク国を建立っつったお助けして、イザーク国を再建したいのです。そうだね、ロドルマン。シャナウオには君が必要だ。力を合わせて、イザークの人々を助けてほしい。はい、この命にかけても。まあ、これは、止めよう。これはあれやよね。あ、元のやつ、出てく、スカサハ。スカサハと同じセリフになるんやね、セリス様。ティムナ、君もイザークへ。はい、いろいろとお世話になりました。まあ、幼馴染を待っとるからね。いや、私こそ感謝している。ありがとう。聖司様、どうかお元気で。簡単やな。聖司様、いろいろとお世話になりました。ジムナの妹ね、マナ、君まで。私にはイザークしか帰れるとこはないもの。なんか寂しいこと言っとる。ディムナ兄さんと一緒にイザークの復興を助けます。マナ、もっとかけてやれ。ねぎらいの言葉を。では、別れの時だ。イザークの者たちを元気に暮らせよ。こんなサクサク送ってくんだ。で、レンスター・トラキア組かなりおるな。あ、そっか、アサエロもそうなんの？
そっか。セリス様、お世話になりました。私はレンスターに戻ります。戦火に焼かれたトラキア半島の国々を再建したいのです。我が姉、アルテナもそのことを望んでいます。そうか。トラキアが滅亡した今、君は統一トラキア王国の王として重大な責任を負っている。若すぎるやろ、でも。大変だと思うが、どうか頑張ってほしい。はい、セリスさんもどうかお元気で。かつて、我が父シグルドと君の父上キュアン王子は、聖書を分かち合った親友だった。リーフ王子、私たちもそうありたいと願っています。はい、私も。いい、なんか射程が俺な。リーフ王子、行ってしまうのですか？ジャン、一緒に来てくれるんだろ？これは唯一カップリング成立したやつ。え、良いのですか？もちろんさ、私を助けてほしい。君の力が必要なんだ。はい。トリスタンも連れてってあげてよ。アルテナ王女、あなたもトラキアへ。はい、リフを助けてトラキアの統一を成し遂げています。トラキア統一、あ、そっか。それがまた、私を育ててくれたトラマントをアリオンへのせめての罪滅ぼしです。アリオンも力になってくれればいいか。まだ、ちゃんと生きとったもんね。それは、今はまだ無理です。でも、いつか時が経てば。セイス様、私も国へ戻ります。どうか、お元気で。キシフィン、ありがとう。あなたには父上と私と二代にわたって助けていただきました。本当に、なんと礼を言えばいいのか。私はレンスター王国の騎士として、主君への忠誠を果たしただけ、騎士としての当然のことをしたまでです。フィン殿、トラキアを頼みます。リーフ王子を助けて、トラキアの平和を叶えてください。はい、それこそがキュアン様の願いでした。この力の限り尽くしてみます。あ、おったね、ハンニバル。セリス王よ、世話になった。私もこれで失礼する。ハンニバル将軍、あなたもトラキアへ。うむ、民が待っているのでな、トラキアを救うまではだな。カパトギア王をやってもらえばいいんじゃないの？そうですね、トラキア再建には将軍のお力が必要です。どうかお帰り彼らを助けてください。シャルロ、君は将軍と一緒に帰るのか？はい、父さんと一緒にトラキアを再建します。まあ、ずっと城におったな、こいつ。そうか。でも少し羨ましいな。シャルロは幸せだよ。はい、父さんは僕の誇りです。血は繋がっていなくても、僕はハンニバルの子供です。何の？突然、接続が。うわ、呪いか？若干髪の色違うか。セレス、俺も国に帰る。世話になったな。呼び捨て。アサエルはこの音出身だったね。ああ、この音の貧しい漁師の息子、漁師の子だった。漁師は戦争に巻き込まれて死んだがな。そうだったのか。俺は王とか貴族とかいうの大嫌いだけど、お前は好きだぜ。頑張るよな、セリス。ああ、でもマナと一緒になってほしかったな。ありがとう、アサエロ。トラキア半島の者たちよ。お前たちの任務は重い。厳しいな。憎しみは人々を一つにまとめ、平和な国を築き上げよう。どの立場から言っとる、レビィ。で、加藤とフェミナがシリジア組なんだ。あ、まあ、まずこっちか。これはアグストリア勢か。そっかそっか。セリス、お前には大きな借りができた。俺は生涯を忘れはしない。いえ、アレス王子、私はあなたの巡り会えて幸せだった。あなたの教えと我が父は無理の親友だった。不幸な出来事があったが、それでも信じ合えたと聞いています。アレス王子、父親たちが果たせなかった夢を我らが実現しましょう。あなたと二人、手を取り合って、この世界を導いていきたいのです。それは俺とて同じ、セリス王よ。アグストリアの統一と平和は我が父の願いでもあった。俺は父の意志を継ぎ、アグストリアを再建する。お、一緒に行くの？レイリア、君は。私には祖国なんてないし、アグストリアに行ってみる。ここ、成立しないよね。そうか。でも、元気出して。素敵な人が見つかるさ。レイリアは可愛いもの。可愛いもの。ちょっと、突っ込まずにはおらんぞ。え、セリス様、慰めてくれるんだ。まあ、美人ではあるわな。でもね、いいの。私には踊りがあるし。今までだって一人だった。これからだって一人で生きていきます。なんか切ないな。リリア。アレスと組ましとくべきやったか。トリスタン、こっち行くんだ。トリスタン、君にはすまないが、アグストリアに行ってほしい。
アレス王女を助けて、未だ戦火の中にあるアグストリアを作ってほしいのだ。アグストリアは我が祖国、国のお許しがいただけるなら喜んでまいります。まあ、もともとクロスナイズの子孫って話だからね。ちょっと待って。感想言わしてくれ。すぐ次行く。アグストリアはまだ内乱の最中にあると聞く。内乱あんの？困難な仕事だから、どうかみんなで力を合わせて頑張ってほしい。内乱起きてんだ。アグストリアの未来は、お前たちの手の中に手中にあるのだ。頑張って。少ねえな。何もなかったらジャンヌが言ってたって話か。ここはフリージ。アミット、君はフリージだったね。はい。レフトール。ブルーム親子は許せませんが。フリージ、ちょい。フリージ国のためには罪はないのです。私は亡くなった母に代わって、フリージの民を導かねばなりません。フリージはグランベルけどな。そしてそれができるのは君だけなんだ。憎しみからは何も生まれない。アミット、君たちはいつまでも友達だよ。私たちはいつまでも友達だよ。はい、セリス様。リンダもアミットと一緒に行くのか。私、アミット兄様のお手伝いをしたいの。リンダが仕切ってくれてもいいような気がするけどな。リンダ、アミットにべったりだものね。だって、兄さんのこと好きなんだ。そんなんあったん？そんなんあったの？二人で行ったわ。これベルダンゼ？あ、違うわ。ドズルか。セリスよ、世話になった。ヨハルバ王子、ドズルを頼みます。国に帰るのは辛いが、親父の償いがある。この BGM 好き。まあ、やってみるさ。お前には感謝してるぜ。あ、ラドネに連れてかれるのか。ヨハルバ王子は不思議な人だ。自分の優しさを語ろうとしない。ふ、寄せやい。そんな、寄せやいよかったな。ふ、寄せやい。そんな言葉に俺は、言葉は俺には似合わねえ。ま、セリス頑張りなよ。じゃあ、アバよ。もう普通に美形やからな。普通に好きだわ、ヨハル。次になんかやり直しがあるとしたら、ヨハン使ってみたいけどね。もう感想言わせてくれ。セリス様。ヨハルバはテレテリの、この人は不器用だから、なんかもういろいろ分かっとんな。ははは、分かっているさ。ラドネも元気でね。ヨハルバを頼むよ。はい、こんな人放っておきません。私がしっかり見守ります。おい、イチャイチャしやがって。では、セリスさんもお元気で。で、あー、オイフェか、あれ。どこ行くの？グランベル？シアルフィ？あ、そうなんだ、やっぱり。では、セイス様、私はシアルフィに参ります。え、なぜだ、オイフェ。私にはあなたが必要だ。ずっと私のそばにいてくれるものと思っていた。いえ、セイス様、あなたはもう立派にやっていきます。嘘、若すぎるって。それに私はセイス様に代わって、シアルフィ公国を守らねばなりません。シアルフィ、そうだった。確かにオイフェの言う通りだ。私は公国を継げない以上、公爵家の血に繋がるあなたしかシアルフィには残されていない。残念だけど、諦めしかないのかな。ないのか。ご安心ください。私はシアルフィがセイスさんをお守りします。オイフェ、あなたは父を知らない私にとって、まさに父上そのものだった。わあ、いい言葉。やべ、結構グッときた今の。感想ゆっくり言わしてほしい。うわあ、グッとくるこれ。私に軍略を教え、騎士としての行いを教え、そして優しさを教えてくれた。あなたには感謝の言葉すら思い浮かばない。だから色彩になったのか。セリス様、私は、セリス様、私はあなたの父親にご恩があるのです。そんないろいろやったか？シグロン様、孤児、あ、そうなの？孤児になった私を引き取り、弟のように可愛がってくださいました。孤児だったん？それに私は、シグロン様の最後を見届けられず、愚か者でした。オイフェ、泣かないでよ。うわ、僕だって。うわ、ここいい。ゆっくり感想言わしてほしい。うわ、すげえいい、ここ。そうやったん。オイフェ、泣かないでよ。僕だって。は、申し訳ありません。では、セリス様、どうか。うん。オイフェも元気でね。うわ、オイフェ、ほんと、立役者やもんな、ずっと。シグルの時から。で、シレジア組ね。
ああ、シリジェの BGM。セイス様遅くなりましたが、我々も失礼します。フォークはシリジェに帰るのか。はい、国には大勢の人々が待っています。私も彼らともにシリジェの復興に力を尽くすつもりでいます。そうか、君の力があればシリジェは安心だね。では元気で、勇者フォーク。はい、セイス様。レビンはどういう立場？レビン。フェニアもシリジェに帰るんだろう。はい。なんか全然喋らんの。ペガサスのマーニャは元気？お、マーニャ、元気だよ。全然、何？フェミナは？モチ、元気だよ。全然、なんか、嫌いなんかな、これ。はは。フェミナらしいや。私から元気を取り上げたら、何も残んないって。シリス様、言いたいんでしょ？あれ？なぜわかった？仲いいな、ここ。もう、ひどいんだから。じゃあ、さよなら。セイさんも元気でね。しかめっ面コンビ、結構仲良かったんだ。てしまったみんな。ではセリスよ、名残は惜しいが私も旅立つとしよう。レビン、ありがとう。あなたは私たち幼い者をずっと見守ってくれた。本当に感謝しています。私は自ら務め渡したまで。私は風、暖かい風を導く風。そして光はお前たち一人一人の心の中にある。はい、分かっています。竜族は人間世界に関与することを恐れていると聞きました。ほう。でもあなたはその掟を破ってまで我らを導いてくれた。私たちはこの大地がある限りあなたのご恩を忘れません。レビン竜族とかあんの？レビン、いや、遥かな異国の戦士カズノフォルセティよ。あれそういうのあったっけ？シレジアの純粋な王子じゃないの？あの人竜の血入ってんの？シレジアって。トラギア半島は統一された。かつては多くの小国が乱立し、戦いに明け暮れたこの地方も、レンスター王国の再興とトラギア王国の滅亡によって、ようやく平和が訪れたのである。新しい国の初代国王には、リーフが人々の熱い希望によって選ばれた。そして、リーフの恋人ジャンド、ヤリキシ・フィン、ハンニバル将軍、若き司祭、シャルロ。司祭だ、これ。ちょっと前まで童貞やったのに。弓騎士、弓戦士、アサエルたちも協力して、新しい国の建設に力を尽くした。アルテナは王となったリーフの願いで、旧トラケア領の復興を託された。適任やね。そして彼女は自分を慈しみ、育ててくれたこのトラケアの大地を生涯愛し続けたという。トラケア半島に生まれた新しい国、その名を新トラケア王国と言った。まんまやな。アリオンは語られないか。で、イザーク。ISAAC って書くんやね。イザーク王国、ちょっと待っていい。待て。イザーク王国はいち早く帝国の圧政から解放されたが、王位継承者不在のまま、人々は不安な日々を送っていた。それゆえに、解放戦争の勝利と、遮断の帰国は、イザークの国民を歓喜させた。王位についたシャナンは、ロドルバン、ディムナ、マナかなって言ってた。マナなどと共に、国の復興に努め、また、国の、他の国々との交流を進んで行い、豊かな国づくりを目指した。かつては東方のバンドと呼ばれたイザークであったが、シャナン王の知性のもと、空前の発展を遂げ、やがて他の国に勝るとも劣らない一致大強国に生まれ変わるのである。へえ、空前の復興で、アグストリアか。アグストリアは内乱の後グランベルに併合され、あ、併合したんだ。厳しい圧政のもとにあった。それゆえに新しい統一国家の建設は人々すべての願いであり、その願いは英雄エルトシャンのノディオン王家に託されていた。人々はアレスの曲を熱狂して迎えた。それはアレスの中に若き日のエルトシャン王の姿を見出したからである。いやー、名前聞くだけずっとグッとくるな。アレスは共に帰国したレイディア、騎士トリスタンなどと共に統一アグストリアの再建に力を尽くす。
やがてアグストリアは、アレソーのもと、グラベルの最も有力なパートナーとして、空前の発展をまた空前、遂げるのである。空前絶後多いな。で、ベルダン。ベルダン王国は、帝国の圧政下においても、ほとんど顧みられることなく、打ち捨てられていたという、各部族は争いを繰り返し、治安は乱れ、盗賊団が暴れ回っていた。聖戦の後、セリスは一軍を率いて遠征し、この国の治安を回復した。力で。人々はセリスが、ディアドラのことを知って歓喜した。ディアドラは、ベルダンのためにとって伝説の人。今や聖地と言われていた。ベルダンの民は、セリスの直接統治を願った。セリスも母が生まれ育ったこの国に、深い愛着を持っていた。ベルダンはグラムルに投降され、以後、王国領はベルダンと呼ばれた。森と湖の国、ベルダン。その美しい緑はシグルドの祈り。その透き通った水は、ディアドラの涙だと、この国の人々言った、人々は信じている。口は限界やな。とんでもない文字数を読んできとる。シレジア。長らく帝国の支配下であったシレジアでは、住民による蜂起が相次ぎ、聖戦の勝利の後、ようやく王国全土が解放された。だがすでに王位を継ぐ者はいなく、人々は聖騒にグランベルへの統合を願い出た。美しい大地と平和を愛する人々、聖騒は父が荒れてたシレジアを愛し、荒れ晴れた国、国土の復興に全力を尽くした。それは、父と運命を共にしたレヴィン王子と、そして彼の意志を継ぐべく、この世界へと留まった、異国の戦士フォルセティへの、せめてもの償いであったのだろうか。あれ、ホークとか紹介されないの？かわいそうに。そしてグランベルには、フリージにアミット。そしてリンダ。ドズリにヨハルバ。と、その恋人ラドネイ。シアルフィに聖騎士オイフェ。が、それぞれ戻り。グランベル王国のバーハラ王朝には、セリス王子が国民の圧倒的な支持によって国王として正式に迎えられた。王となったセリスは国の復興と大陸の平和に力を注ぎ、差別や支配のない豊かな世界の実現を目指した。そしてその傍らには、いつも寄り添うように して微笑む。王妃デイジの姿と、温かな目指しに人々を見守る王女リアの姿があった。デイジ面白。後の人は言う。グランベルの歴史に聖をありき、その名はセリス。と。デイジー、いいオチやったなぁ。あれ？クレジットとかないんだっけ？あれ？評価は？この後？あ、ちゃんとあれやん。クレジット。はぁ、あ。うわ、2章かかっとるなぁ。序盤の方はちょっとペースやっぱつかめてなかったなぁ。後半ガンガン。いやぁ、単数これ。B どころか C あるんじゃないこれ。433。これも紹介されんの。これも早いとこ気づけとったらなぁ。あの天国の存在に。デューとエーディン死んだんだっけ？あ、レヴィンこんな戦ってないんだ。あ、フォリーももっと。合わせる結果、まあ、レベル上げ頑張ったもんな。やっぱ20戦ぐらいしか普通せんもんな。だから武器の必殺化ってかなりしんどいよね。これ考えると。デュー2回負けとる。エイディンってできた？
あれ、エスリン、そんな戦ってない。5勝まあ、ほとんど杖でレベル上げてるのか。フィリー頑張ったね。まあ、各地を点々としとったもんね。勇者の槍持って。あれ、エイディン死んだじゃなかったっけ。ブリギットだ。そうだ。あの、砂浜でな。で、子世代はさすがに誰も死なせてないはず。天国発動しまくっとるからな。やっぱリーフは、まあまあ、リーフは、あの、仲間になるショーで、結構や、戦わんなんからね。あ、トリスさん結構行ったね。まあ、最初好んで使っとったしね。おー、ここの BGM。エルトちゃんのとこの、違うわ、2章か。2章のアレンジだ。これ好きだわ。一番好きかもしれんな。結局。2章の BGM が。全部繋げてあるんかね。マップ BGM。そうでもない。いやー、最後なんでオートで行くんかね。感想言いながらちゃんとさ、そう、グッと来るところとかちょっともう、ちゃんと泣きたかったもん。え、攻略いい？あー、え？いい？あ、時間も出るんだ。80時間。攻略いい？これなんだっけ？経験値 A まで行ったか。頑張ってレベル上げたしね。生存も A なの？あ、生きとったからね。一人も死んでないし。戦闘評価 B。戦闘評価が、あの、あれか、負けたやつか。参拝したやつ、トータル。あれ、攻略評価 E ってちょっとだいぶえぐいな。お金のこと？なんだ？ターン数か。433ターンが？うわ。結構意識してもこれなんだ。遅えんだ。いや、次やり直すとしたらもう攻略評価 E じゃ、A 取りたい。E？ A、B、C、D、E？ 5 段階中一番下？マジか。あれ？ここからもう進めないの？スタートとか押しても何もならない。リセットするしかないのか。じゃあここでタイトルいこうか。いやマジで面白いっすね。最高っすねこれ。名作すぎる。いや、今でも一番面白いと思ってます、本当に。ファイアーエンブレムのシリーズの中で。このカップリングシステムだとか、あと、やっぱ、シナリオの整合性か。いろいろ完璧やよね。いや、ぜひリメイクでもっとなんか深掘りしてほしいやつとかもあるしね。あ、違う、知らんこれ。アレクとノイシがギャンギャンやってる。セリフもあるし、これ専用の。いやーもう、落ち着けば、やっぱやりたいゲームではありますね。次やるとしたら、そうやね、今回平民プレイ、無事。天国発動しまくりなんとかなったけど、どこのシーンこれ。そういう完全リセットなしとかでやったりね。あとカップリングに関してはやっぱ平民でもだいぶ余裕持って取ったから、結局まあセリスとかメインで使うからだけど。何これ、
アイラとアーダ。これ大丈夫？え、99%避けたけど今。1% は避けた。めちゃめちゃ怒られてる。すげえ。1% 避けたわ。うわ、これ全部回収したいな。何パターンあるんでしたっけ？ 8 パターンやったっけ？あ、最後の、バーハラのとこやん。アリオンおる。え、しかも敵のあいつ、あれもおるやん。大地の弦の。そんな接近するまで野放しできんやろ。で、これ、ん？これあそこやよね。アルビスの。結局ここには帰ってくるのか。あー、いやー、あー、そういうことですね。まあ、次やるとしたらそういう天国なしとか、そういうとこやよね。やりまくったからね。より精度の高い行動を求められるというか、そういうことやね。スーファミじゃできんからね、本来。で、まあ、カップリングに関してはもう一番ないカップリングとかにしてみたいね。そう、平民プレイがそこそこ余裕だったから。絶対ありえん。アーダン・エーディンとか、ほとんどスキル継承されんやつみたい。そんなありですかね。はい。じゃあ、ここをイラーにしときましょうか。はい。では、ファイアーエンブレム、聖戦の系譜でした。